おはようございます。おはようございます。今日はですね、札幌市の隣石狩市に来ています。はい、今はね、港に着いておりましてですね、はい、ちょうど漁が終わって、船が戻ってきています。はい、はい、ちょっと磯の香りもしていい感じですよね。そうなんですよ。今回はですね、はい、メイドイン石狩というわけで、石狩の、まあ、未来につながる発見をしていこうということなんですよ。ね、まだまだたくさん知らないことがあるんですよ。いや、ありそうですよね、はい、石狩はすごいぞ。すごいぞ。札幌のお隣、日本海に面した石狩市。この春、会員制大型量販店コストコがオープン。注目を集めている街でもあります。そんな町には農業女子がつなげる次世代の夢。石狩好きですね。農業やめられないんですよ。羊がナンバーワンです。石狩生まれの貴重なチーズ。簡単にできるものって楽しくない。楽しくないでしょ、うん、町を愛する人たちが発信。石狩の魅力を深掘りしちゃいます。札幌から車で30分ほどの距離にある石狩湾新港。この港では7軒のお店が集まった朝市が開催されています。4月から7月中旬まで旬の魚介が並んでいて、とにかく安い。早朝3時に出た船が戻ってきた港では、出荷に向けた作業がすぐに始まります。覗いてみます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。もう結構みんな忙しくしてますね。そうですね、今帰ってきたばっかりだから。帰ってきたばっかりだ。バタバタ、今まさにバタバタっとしてます。ところで今 どういう作業されてるんですか。今シャコ網上げてきたもんだから。シャコ網、シャコとかかってるカレーを外すんです、はい、これつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ますなんかこれをつけた瞬間に一気に漁師になった気がする。そうですね。ちょ、緊張しますね。さあ、ここからは時間との勝負、はい、網外しのお手伝い。もう絡まってますね。引っ張ってる。どうなってんだこりゃ。そう、体網を上げてみて外しやすいなって思うとこから外すんですよ。なるほど。あのね、意外と難しいの俺。あ、すごい。これいいよ。それ曲がれです。もうここね、ここね、はい、めちゃめちゃ鮮度がいいんだけど。あとちょっとなんだけど、あっしゃー、取れたー。やっとツルツルする、うん、あの、使いなあら入っちゃったんですよ、これ。あ、大丈夫、滑るから。滑る、よいしょ。滑るのは新鮮な証拠です。お次はシャコ。少しでも傷をつけると味が落ちるので慎重に扱います。まずは半分にして太い首の方から。次に足を外すのがコツです。めっちゃ難しいわ。難しい、これ。うわ、かなり。どうしようかな。あ、でも半分に折るとやりやすいかもしれないですね。そうです。ギブアップしたいぐらい絡まってる。あ、だんだん手つきが良くなってきてる。あ、できた。上手です。こうして水揚げされた新鮮魚介はすぐに朝市に並ぶのも嬉しいですね。では早速朝市も覗いてみましょう。ちょっといいですか。はい、どうぞどうぞ。失礼します。はい、どうぞ。カレー、あ、おはようございます。たくさんある。だね、カレー今旬だからね。というか、というか、うん、
これびっくりしない？曲がれ1キロ300円。1キロ300円。1キロってどのぐらいの量なの？これです、これ。これ？うん、これ300円？そうそうそう。嘘でしょこれ。生きてるよねなんか。こう今朝さっき上がったやそうそうそうもんですよね。朝持ってき沖から持ってきて、であっちの作業場で外して、でここに来て大きさを分けて切るんです。はあ、新鮮。海から上がって1時間半ぐらい。でこの値段で。新鮮なカレイの唐揚げは干して水分を飛ばすのがおすすめだそうです。いいですかこれ。これどれでも一皿500円だよ。一皿このこと。そうですそうです。この安さって何ですかこれ。石狩はどうなんですか、好きですか。いや好き好き好き。どういうところが好きですか。いや最近またなんていうの、昔と違って取れるものも変わってきたしさ、はあはあ、いろんなものがまた取れ変わって取れてきたりとかってすごい楽しい。魚かかると一人でも喋っちゃうんだよね。魚に嬉しすぎて。いやーかったー今日はとかって、そんな感じ。そうなんだ。いやもう他の人に、いや見せてやりてえなーとかって、すっごい嬉しい。ご主人の人柄もお値段も魅力的です。そんな朝市で1000円のお買い物タイム。意外と1000円って買えるんだわ。結構買えると思いますよ、はい、さあ何を買おうかな。お、ちょっとこれにしようか。これ何、ボタンエビだよね。ボタンパボロ。パボロで、でさっきまでパック詰めする前までまたピクピク動いてる。地元の漁師さんから直送ってもらうものもあるし、ええ、市場の問屋関係ともつながってて、ええ、でもその日上がってきたものをそのまますぐ送ってもらうっていう、ははははで市場で受け取りっていうシステムで。なるほど、これますます面白いな。これ何尾入ってるの。 1,2,3,4,5,6,7。 じゃあこれください。はい、はい、ありがとうございます。ガソリン代をかけてですね、ここに来る価値は十分にあります。はい、500円の返しです。ありがとうございます。なんとワンコインですよこれ、一パック。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あとワンコインどうしよう。大好物のエビをゲットしたりちゃん、他にもお目当てがあるようです。むしりっていうか、金尾ですよね。はい、これ いくらで売ってる。8枚で500円。8枚で500円。おまけが1枚ぐらいついて。おまけついて500円。これで500円ですよ、これ。これね、今月分のつまみ代はもう浮く、はい、じゃあこれください。はい、はい、いや、これお得すぎないか。そしてゆりえちゃんは一皿500円ありましたよ。おー、いいですね。じゃあこれください、はい、じゃあそれにおまけつきます。増えた。おまけもつけてくれるんですか。やった、おまけ。これ500円でいいんですか、本当に。サービス付きで500円でゲットしました。こっちのお店行ってみましょうか。いっぱいありますね、お魚ね。結構あります。どれおすすめですか。今日はこの箱っすね。箱です。え、これめっちゃ入ってますけど。結構入ってると。これ500円でいいんですか。これ砂がれ、曲がれ、あとこっちも曲がれ、じゃあこれ、総八、細いやつ。こちらは500円。はい、ゆりえちゃん、勢いで5キロのカレーを箱買い。料理のしがいありますね。はい、ちょうどありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ重たいんですけど、これで1000円。びっくり。1000円でこのボリューム、石狩の朝市お得です。いろんな料理にできるからちょっと大きめ買いました。だって1000円でこんなに買えたんですよ。もうこれね、どう見ても、ね、業者さんですよ。お店やってる人じゃないかなという感じですよ。そう、大満足ですよ。これ常連になりますよ。ちょっと出会うんですけれども、こんにちは。こんにちは。こんにちは。明るいですね。今どういう作業されてるんですか。今ごぼう掘りをやってます。ごぼう抜けた。これがごぼうですね。結構太いですね。
農作業真っ最中のこの方は、ただの夢子です。よろしくお願いします。でこちらは娘さんですかね。はい、今も1歳8ヶ月の娘です。そうですか、こんにちは。ただの夢子さん、旗の農場の3代目です。三姉妹の長女として生まれた夢子さん、小さい頃から両親の仕事を手伝い20歳で就農しました。現在は両親と妹夫婦、そして愛娘のカンナちゃんと越冬野菜をはじめ30種類ほどの野菜を作っています。バイタリティある夢子さん、ただものではありません。農家さんのイメージすごくおしゃれだなっていうふうに思ったんですよね。写真普段撮るので、自分の顔が写ってもいいようにメイクしてたりしますね。写真を撮るって どういうことだ。実は夢子さん、農業をもっと身近に知ってもらいたいと作業の様子を毎日 SNS に投稿しているんです。 SNS 皆さんやっぱりこうたくさんコメントとか来てやっぱ嬉しいですよね。嬉しいですね。特にやっぱり今買ったよとか、このお店で見つけたよとかっていうお声がね聞こえるのがすごく嬉しいですね。ちなみにフォロワーとかって何人ぐらい。今がこの前7000人超えたところです。すごいね、はい、いわばインフルエンサーじゃないですか。こうなってれば嬉しいですね。SNS を始めて農業に興味のある学生さんや野菜を買ってくれるお客さんとつながったそうです。そんな夢子さんの野菜作りのこだわりは、この畑ってふわふわですね。ちょうどこの地域、この地域は砂地と、はい、砂地が多くて、なので根菜類をうちメインで作ってるんですけど、まっすぐ野菜が伸びやすい、柔らかいので、はい、軽く周り取ってもらうと頭が出てきてるので、はい、でこの根元結構下の方持ったりするとまっすぐ上に抜くとこんな感じで抜けたりします。まっすぐですね、はい、そうですね。よいしょ。お太い。おお、いいごぼうだ。いいね。これね、これいいよ。これ立派ですよ。これめちゃくちゃ立派ですけど。すごい。ね。まあいいのもありながら、まあいつも通りと言ったらあれですけど、長いのもあったり短いのもあったりっていう感じですね。まあ機械で掘り上げることはしても、結局そうですね、掘ることはとか袋に詰めたりとかっていうのは全部手作業で行ってるので、もう傷つけないようにとか、いいものを届けようっていうのをうちはこだわって作ってます。手作業で、でも大変ですよ。ね、結構でも時間もね、かかりますよね。そうですね、はい。わあ、そっか。よし。おお、でもこれやっぱ結構重さもありますね。重くなる。青空の下、家族団結しての作業が続きます。ハウスの中でもたくさんの野菜を育てています。これ何ですか。これこっち小松菜、それからチンゲン菜、葉物ですね。そうですね。夢子さんはお客さんのリクエストに応えたり、初めて作る野菜にも挑戦しているんです。夢子さんが育てた野菜は石狩市内にある産直市場で買うことができます。実は出荷する野菜を夢野菜と名付け、ブランド化しているんです。ブランド化することで美味しいものを届けたいという思いがより強くなったそうです。旬のアスパラはネットでも注文できます。新しい発想で取り組む夢子さん、近くで見てきたお父さんは、不安はあるってはありますけど、まあ本人やりたいっていうんであれば、いや頑張ってもらうしかないのかなっていう気持ちですかね、はい。石狩で育った夢子さんの夢は、この農場に1000人くらい集めたいなと思ってて。何、1000人くらい集めたい。集める。それは野菜をその場でこの場で取って食べるバーベキューイベントとかを、新鮮なものを食べる喜びとかをお客様に知ってもらいたいなと思って。ちょっと夢のある話ですね。
まさに夢野菜。そうです。じゃないですか。石狩の未来、北海道の農業の未来、日本の農業の未来に何かつながるものがあるんじゃないかっていうのは、ちょっとそのごぼう、こう抜きながらちょっと考えたんですよ。実はちょっときんぴらごぼうを作ってきたので、ぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございます。本日のギャラですっつって。うーん、おいしい。風味がやっぱ強いし、おいしい。めちゃめちゃごぼうの香りすごいな、野菜本来の甘みね。そうですね。贅沢だな。この自然が大好きで農業やめられないんですよ。自慢の野菜たち、夢子さんの夢とともに、ここ石狩でキラキラ輝いています。次はですね、こちらですよ。どうも人間らしい方がいらっしゃいますけど。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。羊に紛れて登場したのは山本智史さん59歳。ここは2016年に誕生した山本さん手作りの石狩羊牧場。かつて東京や北海道で中学校の教師をしていた山本さん、36歳でチーズを輸入し専門店を始めました。そこで最高のチーズと出会ったそうです。それは羊のミルクで作るチーズ。二人も羊のチーズとか食べたことないと思うけど。あんまりないな。ないですね。でもヨーロッパではすごい有名で。で、聞きますけどね。日本ではもうほとんど牛ばっかりなんですね。牛ですよね。なんと山本さんは自分で育てた羊からチーズを作ろうと素人同然で酪農の道へ。しかしチーズ作りに必要な羊乳種は国内にいなかったため、オーストラリアなど海外から輸入。ここ石狩で農地を耕し、自分の牧場を作ってしまったんです。55歳30頭の羊との始まりでした。150頭生まれたのはもう今年春に生まれて、ええ、まだこんなちんこいやついっぱいいるから見に行かってたら、本当に150頭の150頭羊ね。赤ちゃんって見たことない。見たことないでしょ。羊がいるって。なんだこれ。すごい、なんか寄ってくるんだよね。おいでおいでおいで。かわいい。ふわふわ。150頭の子羊が生まれた石狩羊牧場。お世話も大変です。したらここら辺でやるか。いやいやいや、じゃあここ2人並んでさ、したら爪切るよ。さあ、何、爪を切る。爪の中には汚れがたまりやすく、定期的に切ることで病気の予防にもつながるそうです。いや怖いわこれ。もう切っちゃったよ爪。あ、上手上手。いいんだよ。あ、そうそうそう。はい。うめえうめえうめえ。あれ、お、上手上手。うん、もうちょっと深くていいよ。うん、よし、じゃあ ご褒美にミルクあげよう。ミルクあげる。ミルクあげるっていいね。お母さんのお乳の高さくらいで与えるのがポイント。勢いがすごいね。ミルク飲むでしょ。すごいね。ごくごく飲んでます。おいしい。そしてりちゃんは、おいでおいで。あ、こっちこっち。あ、あ、なんだよ。もうなんだよ。もうちょっとよ。行っちゃった。振られても懲りずに追いかけ、無事にミルクをあげられました。もちろん大人の羊たちのお世話もしっかりお手伝い。おいしいミルクを出してもらうため、
ストレスを与えないことを心がけている山本さん。いつもそばにいるので羊たちはとっても人懐っこいんです。いっぱい食べてね。食欲旺盛な羊ですが、チーズ用に搾乳できるのは6月からの5ヶ月ほど。しかも1日1頭あたり 500cc ほどしかミルクが取れないので、とっても貴重なんです。羊のミルクでチーズとヨーグルトを作っている山本さん、中でもブルーチーズには最も力を入れています。その青カビのチーズは半年はかかったかな。やっぱりもう作っては捨て、作っては捨て、まあ、ブルーチーズ、ブルーチーズ、あれ難しいんだ。難しい。石狩で誕生した洋乳のブルーチーズ、作り方をちょっとだけ覗いてみましょう。洋乳を加熱殺菌するのは特注の保温器。様子を見ながら凝固剤と青カビを入れます。こうしてチーズの元となる塊カードができます。一番状態のいい時を見極めて型に入れ、余分な水分を2日かけて抜いていきます。水分が抜けたチーズはしっかりと固まり、そこに穴を開け、中にいる青カビに空気を届けて2ヶ月熟成させます。納得のいく味が出るまで何年もの歳月を費やしたそうです。食べやすいブルーだわ。でしょ。いや程よい、やっぱりちょっと癖っていうか個性はあるんだわ、うんうん、そうこんな上品なブルーチーズって、うん、あ塩味も程よいですね、うん、もっとこう青カビのこう臭さみたいなのがあるイメージなんですよね、うん、ブルーチーズって、うん、でもそれが程よい、すっごくバランスがいい。しかもこれもまたね、洋乳っていうのも分かるんだよ、うん、簡単にできるものって楽しくない。楽しくないじゃん、うん、49歳までは人生は無限に続くと思ってたわけさ。ただ50歳の誕生日来た時に、なんかやっぱりなんか一つまた調整した方がいいかなと思って。石狩で生まれた羊のチーズ、いつか世界に飛び出す日が来るかもしれません。山田って何者なんですか。いやいや、俺 ただのおっさん、ただのおっさん。石狩はすごいぞ。あなたの町にも未来につながる発見がありそうです。